ジュニアリーダーとは、子供会を中心に地域活動を行う青少年のことを言う。小学生、中学生や高校生を中心に活動しており、地域差があるものの、概ねこの年代を、ジュニアリーダーと呼んでいる。ただし、大学生や社会人年齢相当のものを含めて、ジュニアリーダーと呼び表したり、別の呼び方をする場合もある。JL や、ジュニアと略す言い方も多い。 ジュニアリーダーの人数は平成21年現在で中学生約40万人、高校生年齢相当約21万人。子供会のお兄さんお姉さんとして子供たちの自主的な活動を下支えするリーダー的な役割を担う。具体的には子供たちの話し合い活動や遊び活動が円滑に進むようにアドバイスしたりサポートしたりする。また子会の大人に 子供たちの意向を伝えたり、交渉したり、逆に育成者の意向を子供たちに伝えるような橋渡しの役割を担う。さらに、子供たちと一緒に遊ぶため、レクリエーションをしたり、キャンプなどでテントの設営、野外炊飯、キャンプファイヤーなどの指導を行ったりする。ジュニアリーダーの要請は地域によって大きく異なるが、岡村誠ほか、子供会ステップ、 アップ4ジュニアリーダー S 全国子ども会連合会1998年3月11から17ページにおおむねの基準が示されている。それぞれ一定の研修基準時間を満たすと全国子ども会連合会から認定証が授与される。ただし全国子ども会連合会の認定は必須条件ではないため独自の基準でジュニアリーダーを認定するところや 要請はするが、認定までは行わないところもあり、様々である。要請は、研修会として行われ、初級及び中級は、市町村単位で、上級は、都道府県単位で行われていることが多い。この場合、各、子ども会連合組織と教育委員会による、共済事業の形をとることが主流となっている。ジュニアリーダーは、地元地域ごとにクラブ、 サークルなどの団体を設立、運営している場合が多く、ジュニアリーダーになった中学生、高校生の多くが、これを活動基盤として活動している。これら活動基盤とジュニアリーダーの団体は、前述の通りジュニアリーダーの要請が市町村、都府県ごとになされていることから、市町村単位で設立されている場合が多く見られる。ただし、子供会活動が盛んな地域においては、 単位子供会や学校区単位のジュニアリーダー団体も存在する。ジュニアリーダーの団体は基本的に中学生や高校生による自主運営を行っており、それを大学生や社会人のリーダーや子供会連合組織の役員が必要に応じてアドバイスする形式をとっている。このため団体の代表者を中学生や高校生が担うことが通例となっている。 また、行政が事務局機能を担っている団体も多い。地域によって様々であるが、主に次の活動に分類される。この他にも、地域によって様々な活動をしている。全国子ども会連合会主催で、毎年7月に行われており、全国各地から、ジュニアリーダーが集まり、情報交換や、保育体験、児童文化、バルーンアートなどの研修を行う。これは、 昭和44年の第1回全国子ども会年少指導者研究集会から始まり、昭和49年には全国子ども会ジュニアリーダー研究集会、昭和51年には全国子ども会リーダー研究集会と名称が変遷し、平成10年から全国子ども会中央大会になっている。各都道府県のブロック別組織が主催し、 次のブロック別大会が行われている。おおむね厚生子ども会連合組織の臨番制となっており、当番都道府県のジュニアリーダーが運営の中核を担っている。毎年、指定都市持ち回りで行われる大会。2015年度仙台大会の参加都市は、北九州、福岡、広島、神戸、大阪、名古屋、川崎、横浜、相模原、札幌、仙台。 熊本の12都市従来は、あくまで、子供会のお兄さんお姉さんという位置づけであり、子供会固有の制度のように捉えられがちであった。しかしながら、ジュニアリーダーは、中学生や高校生を中心とする若者が地域を舞台に、活躍する数少ない活動であり、特に、18歳以上で構成する、青年団や、青少年相談員が、縮小傾向にあることから、 地域の若者の中心として、広く地域活動を行うことが期待されている。このことは、要請を市町村や都道府県単位で行い、行政も関わっていることも要因の一つである。具体的には、次のような例がある。また、内閣府の全校青少年及び、青少年健全育成功労者表彰や青少年、育成国民会議から表彰を受ける青少年の多くが、 ジュニアリーダー及びその出身者である。子供の減少等に伴う、子ども会の会員数の減少に伴い、子ども会関係者からは、ジュニアリーダーが活動活性化の鍵として大いに期待されており、全国子ども会連合会が毎年行う、全国子ども会育成中央会議、研究大会では、毎年ジュニアリーダーの育成について部会が設けられているほどである。 前述の通り、中学生や高校生がジュニアリーダーの中心とされてきたが、その経験者の大学生や社会人年齢相当のものの位置づけが曖昧になっている。このため、地域によって対応が様々である。主なものは次の通り。名称についても、大学生や社会人年齢相当のものをジュニアリーダーと区別して、シニアリーダーや青年リーダーとして呼び分ける例と、 呼び分けない例がある。このように多したようなあり方をしているが、地域を基盤として、地域のために活動してきた若者たちであり、どのように位置づけ活用していくかが課題となっている。活動基盤が市町村単位となっている場合が多く、単位子供会と疎遠になってしまうという課題がある。この場合、ジュニアリーダーは、子供会の育成者や指導者に依頼され、レクリエーションゲームを死にで向き、 ひとしきりゲームをするだけで終わってしまうことが多い。こうしたゲーム屋さんになってしまうと、子供と接することも仲良くなることも少なく、子供会の活性化につながりにくい。ジュニアリーダーの活性化と充実を目指して子供の居場所づくり連続講演会第10回、若者 NPO による公民館運営への挑戦、エコミュージアム前原学へ向けて、 高見慶一氏全校生少年投票賞について、ありがとうございます。